将来、医師、あるいは医療提供者を目指す人たちが、えー、主にこの YouTube シリーズ、未来の医師への贈り物を聞いてくれていると思うんですけども、おまあ、医師になるためには、まあいくつのの、いくつかの能力が当然必要になってきて、まあ、どんなプロフェッションでもそうですけども、えーまあ、知識をつけてですね、まあ、それをもとにして患者さんの病気、えー、疾患を治していくというのは当然一つ、そういう能力が必要なんですけども、そのほかに、えー、患者さんに共感したり寄り添ったり、 いわゆるメンタル面とか精神面でのケアをできるとかですね、まあ、常に自己学習していくとか、まあ、いろいろ医師としての、ね、能力が身につけないと、実際、えー、世の中に出て、えー、医師として診療し、それを継続していくには、あ当然そういう能力が必要になってくるということで、えー、本日はですね、山梨大学の鈴木昌司先生、えー と心臓胸部、心臓血管外科ですよね、の専門なんですけども、お特に教育にもあの大変尽力を尽くしてくださっていて、えー、松井先生の、まあ、経験をもとに、まあ、医師の能力的なことをちょっと今日お話しいただきたいと思いまして、まあ、ぜひあの、若い人たちで、えー、そういう医師、医療提供を目指すような人たちは、えー、話を伺ってですね、まあ、自分で、まあ、今日の話の中から一つの知識としてね、まあ、身につけるも必要なんですけども、自分でも、 まあそういう意思を目指す上でのいろいろジムでね考えていってほしいなと思います。では、庄司先生、今日はよろしくお願いいたします。はいあの、町先生、ご紹介ありがとうございます。えー、この YouTube ご覧の、えー、中高生が多いんでしょうかね。えーはい、ティーンエイジャーの皆さん、えー、こんにちは、えー。山梨大学の鈴木と申します。で今日はあのどれだけ皆さんの、えー、今後に役に立てるお話ができるか分かんないんですけれども、 えー、町先生とと一緒にあの進めたいと思いい思まますすよろししくお願いします、えー、第123回未来の医師への贈り物、山梨大学医学部の鈴木翔一先生、えー、登場していただき、えー、先生がいつも医学生に伝えていることということで、ここに、まあ、キャッチフレーズ的なことが3つ書いてくださいまして、まあ、プロフェッショナリズムと和歌、あと共感すること、それから多様性というのことについて、 今日お話、えー、いただけるんじゃないかと思いますので、えー。ぜひ自己紹介からまずお願いしたいと思います。はい、えー。それでは、あの。自己紹介ということで。えー、私は、あの、山梨県甲府市に生まれました。千九百五十九年の生まれですので、えー、現在六十五歳ということになります。 であの小さい時ですねあの、まあ、自分自身覚えてないこともいっぱいあるんですけど、えー 1>, えー、1歳の誕生日にクレヨンを渡すとすべて色が言えたということなので <laughs> なほどすごく、まあ、あの小さい時からまあ,あの何ですかね、えー、そういう発達は早かったのかもしれないんですけど。 おかげで2歳から幼稚園に行くことになりました。えー 1>, えー、1つへ2つへの子供たちと一緒に行っていたので、実はあの人前は大の苦手になってしま,ましてうで <laughs> あので、ち,っちゃい時は動物、まあ、あの犬とか猫とか、サギとか、えーあの、リスとか、そんな動物と一緒にいるのが好きな子供だったんです、ね。なるほど。うん で小学校、中学校あの、一番近くの公立の学校に行きましたけれども、私の年代って子供がいっぱいいましたから、うん、小学校は1学年に150人以上いたし、中学校は600人ぐらい。成績はすごく良かった、一番上の方だったと思いますけど、結構ですね、あの成績でいうと、底辺の、えー、先生に睨まれた子供たちと馬があったんですど。あなるほど んそんな学校でした、はい、であの当時は東京都もそうだったんですけど高校は学校群というのが始まった時で、うん、あのくじ引きでどの高校に行くかわかんないという時代だったんです、うんで。私が入った県立の高校はそれまで明治時代にできた女子校を学校群に組み入れて男女共学にしたい規制だったので、うん あの野球部も応援団もみんな同級生が作りましたし、えー、あすごくあのそういう意味では自由なあの幸福でしたよく勉強したかっていうとちょっと分かんないんですけどねであの、まあ、医師に関して言うと高校の同級生で医師になったのが17人か18人ぐらいいるかなと思います、えー、で私はあの浪人しまして で予備校にあまり行かずに神田の本屋さんなんかに出没していたと思います。<laughs> 大学に入って、あのー、競技スキー部に入りました。私は山形大学というところに行ったんですけど、蔵王が裏山でして、えー、そこで、まあ、スキーをやっていました。まあ、その頃の写真が今出てるものですね。<laughs> であの卒業しまして、えー、するときにちょうど地元にあの新しい医科大学ができて、大学院生、一期生として、マキュに戻ってきたという。当時はあの語学の試験2つ受けなきゃいけなかったんですけど、まあ、あの多くはドイツ語で受けてたんですけど、私はあのフランス語で受けさせて。えー <laughs> でこれがあの私がずっと勤めてきた山梨大学なんですけれども、あのまあ、東京の西100キロくらいのところにやってく、えー、電車で1時間半ぐらいの距離なんですけど、まあ、周囲を山に囲まれた盆地です。ですから あのこれ左側の写真で北西側から見ると、まあ、富士山が見えますし。南東側から見ると八ヶ岳とかこの左の方にずっと南アルプス連峰がついてるんですけど、うん、ちょうどこの盆地の真ん中みたいなところにある大学です。でそこであの、まあ、昔の大外科スタイル、えー、あらゆる臓器の外科を幅広くやりましょうというところに入ったので、うん この時にすごくいろんなあの幅広い知識を得られたというのは、後になって役立っているような気はします。そうかもしれない。あの私、<laughs> 順天堂だったんですけども、結構もう外科に入ってもこう、専門家に分かれちゃいましたもんね、すぐね。そうですね。うん、で私はだからその、心臓血管外科の道に進んだのはあの、ちょっと遅い方だったかもしれないんですね、そういう他のの、えー、ことをやっていたので。うん そして心臓血管外科に入って、えー、特にその中の、まあ、子どもの心臓外科、えー、を、まあ、選択することになりました。で、この,あの今、下の方にちょこっと書いてありますけど、えー、今、中央新幹線、リニア新幹線作ってまして、この近くに駅ができるとしながら30分ということで、違った時代が来るのかもしれないなと思います。なる でそうは言いましても新しくできた医科大学なので実はあ,のあまり症例がなかったりして結構つらい思いをしました。それで、まあ、の海外に出てあのもっと子どもの心臓外科を勉強したいなと思ってあの学会で来日した先生に接触してあのロンドンで研修受けさせていただいたり、えー、そうやって、まあ、メルボルンに行くチャンスを得ました。 あでこれがあの私が勤めたロ,、えー、ロイヤル・チルレンズ・ホスピタルというメルボルンの小児病院で、えー、当時のボスは、えー、ドクター・トム・カールという先生でした。うん、であの右側はまあ別の国際学会であった先生ですけど、このチェリアン先生というのはおそらく、えー、ギネスに申請すると、一番たくさん手術をした心臓外科医として取る,るんというようですな <laughs> インドの先生ですけど、えー、あのそういった先生とも、えー、お会いすることができて、えー、この後何回かインドに行くチャンスもありました。うん、であの、向こうで、まあ、あのチーフクリニカルフェローに抜擢されて、えー、向こうの,あの授業なんかも担当させていただいたんですけれども、あの向こうではまあ非常に楽しい日々を送りました。うん、で、実はあの日本の 子どもの心臓ですね、小児循環器医療を引っ張ってきた先生方っていうのはあ、ほとんどは海外に飛び出してトレーニングを受けた先生方なんです、ねうん、それで、あのー、このメルボルンのロイヤル・チルエンズ・ホスピタルというところで、えー、かつて働いた、勉強したあ人の同窓会があるんですけれども。うん えー、この写真外科医がいっぱい写っていたのでこの駒を出したんですが <laughs>、えー、ここにいるう佐野先生、えーうん、2006年の「先生プロジェクト X」っていう番組を存じですかそういう番組ありますよね知ってます知ってます <laughs>、えー、それに登場された、まあ、岡山大学の教授から UCSF の教授になられた先生ですけど、うんえー、最近のプロジェクト X23 週間前根本先生が出てました そ,うですね、それからあの神奈川子供の、えー、トップの麻生先生長野子供のトップの原田先生兵庫子供のトップの大島先生とか、えー、この写真に写ってない先生を含めてあのそうそうたるメンバーがいるんですけれども。 まあ、みんなそうやって海外へ飛び出して、うんえー、そこで学んだことを、まあ、日本へ持ち帰って、えー、日本であの引っ張ってきた先生方だと思います。あのねうん、それで、えー、もうちょっと向こうにいたかったんですけれども何分にも人がいないということであの今だから言いますけれどもしぶしぶ。何年ぐらいいらっしゃったんですか いや1年半ですね、実質は、うんはい。で、その後また短期間あの、他に行く機会あったんですけれども、えー、あの実際には、えー、かなり短い期間で戻ることになりました。ちょうど向こうで手術やらせてもらえる時期だったので、あの残念な部分はあります。うん、であの、帰ってきて、えーまあ、大学病院で働いて、 えー、ちょうどこれは新しいヘリポートができたときに当時の病院長と一緒に写真撮ったものですけれども、うんえー、それから、あのー、体重が 400g とか 500g といった未熟児はこう病院こちらの病院に連れてこれないので、うん、あの出張手術なんていうことにも取り組んでおりました。でこの,右側の下は えこんなちっちゃなちゃ赤ちゃんですけれども、うん、えこういうふうな取り組みもしておりましたであの私はまああのこういった子どもの心臓外科という特殊な領域なので実はあの関連病院に行ってっていうことがあまりなくてですね大学でずっとやってきたんですねでそのためにあの付属病院のいろんな部門をまあ閉任することになって えー、例えば、附属病院の医療安全管理部門の立ち上げを任されたり、それ以外にも、救急災害医療の方で県の仕事をしたり、医療事故調査の仕事をしたり、うん、それから地元のプロサッカーチームの会場ドクターって、これはあの観客の救急対応をするような、そう、まあね、<laughs> いったことを引き受けたりしてきたんですけど。 まあこういったさまざまな経験を積んできたことでまああの教育改革を担当してくださいというお話をいただいてであのだん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 まあ教育の世界に入ってきたとこんなあの経歴になります。でこれはあのよくえ言われることですね心臓外科っていうのはアートとサイエンスが合体したものである でこれはままさにその通りだと思いますで例えばあの我々トップアスリートのスポーツ選手の写真を見るとやっぱり美しいものは機能するなというふうに感じますしあの動物の姿も最新の車や飛行機もすごくき美しいですよね、はい、だからやっぱりあの心臓外科医の立場からすると手術って出来上がりが綺麗な方がいいんだろうとあなるほど <laughs> えー、この写真は、ここに私が縫い付けた人工血管が映ってますけれども、えーえー、実際にはこれ、背中側から見ることはできないんで、コンピューター上で、えー、構築した画像ですけれども、き、うんまあ、綺麗にいい仕上げた方がいいんだろうと。うん、だから、こうしたイメージが分かる感性っていうのは、間違いなく必要だと思うんです、ね。あ そのアート面ですね、どちらかというとね。そうですね。で、まあ、それは必要なんだけれども、<laughs> まあ、今日は、あえてそれだけでいいのというお話をさせていただこうかと思います。なるほど。で、ここに映っている、えー、ヒントン先生っていうのは、えー、医師ではなくて、えー、著名な AI の研究者ですね。<う>で例えば、この真ん中は、まあ、ほくろのようであり、えー、 に見えますけれども実はこれ、うん、あの皮膚がんの一つですし、うん、右側の胸の CT っていうレントゲンの輪切りの像だとこういう淡いすりガラス陰影が映ってますけれども、はい、これはもしかしたら初期の早期の肺がんかもしれないですね、うん、でこういうものを画像分析して診断するっていう能力は実は専門医を AI の方が上回ってるかもしれないというふうに言われています。うん、で、画像っていうのは、例えば大勢の顔写真の中から誰かを一瞬にして見つけるなんていうのは AI まさに得意な部分だと思うんですけれども、うん、だけど、例えばこれが悪性だったときに性格も違い、あるいは家庭環境も違う患者さんにその悪いニュースをどう伝えるか。あ<ー>で、それって、 AI はは必ずしも得意ななことではないとででい思うんですね、うん、だからやっぱりこれからの未来の意思っていうのは AI を使いこなせるようなそういう科学技術を使いこなせるようにならないといけないのはもう間違いないわけですけれども、うん、だけどじゃあ人の意思という、まあ、人は必要なくなるかって言ったら決してそんなことはないわけででやっぱりこれからの意思に求められる資質の一つは そういうところからも見えてくるんじゃないかなと思うんですね。うん、なるほどね。で、少しあの心臓のお話をしてよろしいでしょうかね。あどうぞどうぞ。中高生にも分かるようにということで<笑><笑>あの、できるだけ優しくお話しようかと思いますけど、これ、人間の心臓って握りこぶしよりちょっと大きいくらいかと思いますが、中には部屋が4つあります。うん それで、えー、頭や腕の方から、えー、全身に酸素や、えーまあ、栄養を送り届けた後の血は上から帰ってきます。足やお腹からの方に帰、えー、ってくる血は下から帰ってくるんですけど、この血は、まあ、流れ込んでいって、えー、右心室というポンプでギュッと送り出されて、肺に流れていきます。うん、この先に、まあ、肺がくっついているわけですね。右側、はい、と左側、はいはいあ。ごめんなさい。 で肺で酸素をもらって赤くなった血は今度心臓の左側の方に帰ってきて3番目の部屋から4番目の部屋に行ってこのポンプで体中に送り出されていきますで送り出されていく太い血管を大動脈というんですけれども、えー、そうすると人間にはポンプが2つ必要ですよとで全身から帰ってきた血を肺へ送る肺動脈へ送るポンプそれから 酸素をもらってきた赤い血を全身に送る、えー、左心室という2つのポンプが必要だということになります。うん、でところがですね、生まれつきこの心室から大動脈が出ていて、<ー>左心室から肺動脈が出ているという病気があるんですね。えー、であのこれを完全大血管転移症という生まれつきの重症な心臓の病気なんですけど、うん でそうすると酸素を使い果たして帰ってきた血が全身へ行ってしまう。肺で酸素をもらった血がまた肺へ行くので、まあ、普通は生きていけないわけですね。でも実はこの時に心臓の中の壁にちっちゃな穴が開いているので、ここで血が少し混ざることができて、酸素を含んだ血が少しだけ全身へ行くので、生まれてきた時は生きていられるというでもです。でもまあ それれでではは長くは生きられないですよねでこれに対してあのこの太い大動脈と肺動脈を切って逆につなぐという手術があります。<ー>で実はこれ厄介なことにですね大動脈の根元には心臓自身に栄養を送る冠動脈という細い血管が出ているのでこれを縫いえ縫い、えー、切って、えー、縫い付ける時には こういうふうにしてこの細い冠動脈をくり抜いてお引っ越しをしなきゃいけないということになります。で、これを考えついた先生があのジャテ天先生っていう先生で、実はこれは私の一番好きなあの素晴らしいなと思っている手術なんです。で、えー、繰り返しになりますけど、えー、この太い血管を本来の位置につなぎ直す。 で前側にあった心臓自身に栄養を送る血管はくり抜いて後ろ側に移し替えて、うん、中の穴は閉じるという手術になります。なるほどね、でこれを最初にやったのがジャテン先生ってもうあの2014年に亡くなられたブラジルの先生なんですけど、うん、あのこの先生の息子さんは心臓外科医で私はその方の講演を聞いたことがあります。 でその時にお聞きしたのはですねこのジャテン先生っていうのはアマゾン川上流の入植者の子供で2歳の時に父親は黄熱病で亡くなってしまった、うん、それで母親が働くためにアマゾン川を下ってサンパウロで育ってで大学医学部時代はフットボールですごくたくさんの仲間を得たそうです。 そして卒業した後当時まだ新しい世界だった心臓外科にチャレンジしてその時にそのフットボールで培った友人たちとの関係をすごく活用して、うん、みんなが助けてくれてこの JAT 編手術っていうのはうまくいったんだそうですでもこの1例目がうまくいって彼は世界中から注目されてヨーロッパの国際学会に招待されたんですけど 実ははその後は全くくうまくいっってなかったんですねだからジャテンはそのヨーロッパの国際学会に行くかどうか最後まで悩んだみたいなんですけど、うん、実際には行って自分が今どういう状況にあってどういう問題があるかということをきちっと、えー、説明して非常にまあ真摯に、えー、医療研究に取り組んだ先生だったみたいです。 で、その結果ですね、あのー、他の国の先生方が、えー、いろんなあ新しい工夫をしたんですね。さっきの写真に戻ると、例えばこの左側の生まれたときの状態って、えー、右側の右心室というポンプが全身に血を送って、左側の左心室というポンプが肺に血を送ってます。うん、でも、肺に血を送る方が楽なので、うん。 この手術を遅らせて、生まれたばかりの赤ちゃんにするのは大変だから、ミルクをあげて、ちょっとでもちょっとでも先送りしようとすると、左心室は楽をしているので、ポンプはどん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 弱っていくる。<laughs> そこで、これを切り替えて、<laughs> じゃあ左心室に全身に血を送りなさい。でも、左心室を置けないということが分かったわけです。<ん>だから、この手術は先送りしてはいけない手術だったす。 それから、こうやって冠動脈を引っ越すと、細い冠動脈が引っ張られたり、ねじれたり、折れ曲がったりするし、それから新しくできた、その上に乗っかった血管に押しつぶされちゃうかもしれないので、実はこの絵は嘘なんですね。こういうふうにつながないで、この肺動脈をつなぐ前に前側に引っ張り出してきて、そしてこれをここにつなぐことで、 この写した細い血管が押されないようにするという、これフランス人の先生が考えついたんです。で、こういうふうにいろんな工夫があって、例えばさっきのこの写真室が弱っちゃってから病院に来た人どうすんのとそれはいきなりこれをやるんじゃなくて、ここの周りにバンドを巻いて、写真室を鍛え直してあげるです。で、鍛え直して、このポンプの。 力が戻ってきてからこの手術をすれば乗り切れると、うん、まあこういったいろんな国の先生がいろんな工夫をすることでこの手術はまあ画期的に成績が上がったわけですね。うん、それで、えー、だから結局このジャ,テスジャテン先生のその真摯な、えー、姿勢がすごく世界のこの領域の医療をまあ進めることができた、うんえー、原因なわけですね。 そして心臓外科医に対した後あのジャテン先生はブラジルの医療のまあ交換行政の交換になるんですけれども、まあ、生涯にわたってやっぱり医療に、まあ、尽力してそして彼はアマゾンの上空地にも300以上の診療所を作ったということです。まあ、それがあのジャテン先生の原点だったかもしれないんですけど。 まあこういったあのお話を息子さんから聞く機会があって、うん、ちょっと素敵な話だなと思いました、ね。だからまあ、プロフェッショナリズムってこれ全てカバーしている話ではないですけれども、やっぱりこの中にはあ我々が学ばなきゃいけないそのキーワードっていうのはいくつかあるような気がします。うん、で、今度はエンパシーの話ですね。 で私、あまりテレビ見ない人なんですけど、あのテレビ見て驚いたことの一つに、えー、2009年のクライバーン国際ピアノコンクールで、日本人の辻井伸之さんという方が優勝しました。はいうん、辻井さんは生まれながらに目が見えない方です。その時にインタビューでもし目が見えるようになったら最初に何を見たいですかという質問があったん。うん これはもしあなた宝くじ当たったら何が欲しいですかっていう話とはちょっと違いますよね。<laughs> だって辻井さん将来目が見えるようになることはないわけです。うん、でもまあ彼はあの真面目にお母さんの顔を見たいですって答えてました。それから2022年に、まあ、ウクライナに父親を残して母親と妹で日本に逃れてきた男の子に空港で あなたの将来の夢は何ですかという質問が問いかけられてました。その男の子は、普通の暮らしがしたいですというふうに答えていました。で、こういったのを見たときにですね、すごくいわゆる難関大学、一流大学を卒業して、一流企業に入っている人たちが、なんでこういう質問をするのというふうに思ったわけですね。うん。 でやっぱり例えば今いろんな日本現代社会ってその抑うつ、まあ、メンタルが、うん、弱ってる人っていっぱいいると思うんですけどその人に対してなぜそんなことで悩むのかって言っても解決しないですよね。そういう些細な馬鹿げたことだと思ってる人は相談には来ないわけですからやっぱり意思っていうのは相手の。 立場というのをよく理解して考えて対応できる人でないといけないだろうというふうに思うんです。そうですねで多様性っていう、まあ、多様性の理解っていうこともよく学生さんに言うんですけど例えばこう意思って人とか社会社会っていうのは人の集まりですよね、うん、そこに向き合っていく職業なのであのそれは えー、地方の片田舎で仕事をするんであっても東京やニューヨークで仕事をするんであってもやっぱり目の前にいる患者さんに接していく仕事だと思うんです、うん、そしてその DX 社会っていうのは地方に住んでいても最新の情報が入ってくるわけだしいろんなことを発信できるわけだし、まあ、それはつながっていると思うんですね。ここのことはあの 臨床医学だけでなくて基礎医学とか社会医学ってまあ公衆衛生といった話ですけれども、はい、そういう人たちもやっぱり人や社会にどうやって貢献するかということを考えていく姿勢が必要だと思うんです。でだから医師と人や社会との接点っていろいろですしその医師自身も患者さんや家族も多様なのでまああの これから将来医師にっていう、えー、若い人たちにはですね単に医師になりたいというのではなくて、うん、あなたは医師になったら何をするのとあなたの強みは何でそれをどうやって発揮するのそうやってあなたの価値をどうやって高めていくのかこのことをちょっとだけ考えてほしいなというふうに思うんですね。うん、でやっぱり将来医師を目指そうっていう子どもたちは 学校の成績もよくてすごく優秀なお子さんが多いんだと思うんですけどであの中学や高校時代入試までは偏差値といった同じ物差しで評価されるかもしれませんけどやっぱり医師になって社会に出た時にはそういった一つの物差しでは評価されないわけなのでやっぱりそのことを考えてほしいなというふうに思ってます。 年取るとそういうふうに思うようになったということですね。で今の子どもたちのご両親が生まれた時代、えー、その頃に出た本があるんですけど、えー、この梅沢忠夫さんという方が書いた本の中にはこんなことが書いてあります。今の学校というのは、まあ、学問するには必ずしも適当な場所じゃないと。うん、先生が教えすぎるんだ。 親切に何でも教えてくれるから <laughs> 学生は教えてもらうことになれちゃって自ら学ぶっていうことをやらなくなっちゃうんじゃないかというようなことを、まあ、嘆いておられたんだと思うんですけど <laughs> 55年前と今なんかあまり変わってないような気もしないでもないですよね <laughs> であのー、やっぱりこの話もよくいろんなところで出るかと思います今チャット GPT えー、自由に使える時代です、うん、そこでチャット GPT に「果物って何野菜って何?」って聞くと瞬時にいろんな情報が出てきます。で果物やキャベツベツ、人参といった野菜やそういったリストも出てくると思うんですけど、うん、じゃあこれをポッと出された時に ゴーヤーは野菜なの果物なのっていうことになった時に <laughs> こういう定義や種類を教えてもらってリストをひたすら覚えてきた子どもたちはすぐには答えられないかもしれないですよね。うん、でもそれを料理するのを見たり手伝ったり自分でやったりまあ楽しんで食べて育った子はゴーヤーチャンプルっていうのを見れば。 これれ即答できるかもしれないだけど今の子どもたちそらくこういう上の方ような子どもがよくできる子優秀な子っていうふうに言われがちだと思うので、うん、そのことはやっぱり将来医師を目指す優秀な子よくできる子って言われてる人たちはちょっとだけ考えてほしいなというふうに思うんですね。 でもうだいぶ前になりますけど、私、国際学会でチェルネンコフ先生という先生の講演を聞いて感銘を受けたことがあります。うん、で当時、この先生はモントレオールの小児病院の、えー、トップで、えー、国際小児、まあ、小児心臓外科学会の、まあ、プレジデントをされていた方なんですけど、<っ>その先生のお話の中にですね、 え皆さん、毎年でせ世界で生まれる心臓,のび心臓に病気がある子どもは120万人ぐらいいるんですよと。うん、でも、そのうちちゃんとした医療を受けられているのは10%くらいで、まあ、おそらく日本の子どもたちはみんなそこに入るんだと思うんですけど、うん、40%は病院には行くけれども、不十分な治療に終わっているし、50%は一度も病院にかからず,、えー、かからずに亡くなっているんです。 いうお話をされてましたでその時にじゃあ皆さんどう思いますかと例えば先進国の病院に連れてきて手術をしてあげたらどうなんだでもどうやって患者さん選んで連れてくるんですか、うん、とじゃあ先進国が医療チームを現地に送って手術したらどうなんでしょうとでもそれで何人手術できるんですか、うん、で結局彼が強調していたのはですね 多くの良い治療チームを育てるということがすごく大事なんだと、うん。我々には次世代の医師、次世代の医療チームが必要なんだということをあの話されていたんですね。教育の大切さですね。<laughs> そうですね。だから、えー、将来医師を目指したいという若者は、すごくそのことをこう考えてほしいなと、うんえー。将来、その若い人たちの力が必要なんだということが。 あのその先生の言われていたことだと思います。で、心臓外科医の魅力っていうのもちょっとお話していいですけ、ね、どうぞ、えー、ここにあのお二人の患者さん、えー、に、まあ、あの顔写真出していいですよって言っていただいたので、ここにあの出しますけど、はいえー、この左側のおばあちゃんですね、この方は、まあ、心臓には人工弁というのを入れることがあります。 うんえー、この方の胸の中には2つの人工弁ともう1つ金属のリングが入ってるんですけれども、えー、この人はあの手術をする前は心臓が悪いのでスポーツなんて何にもやったことなかったんです。うん、でもある時あの手術の後ですね先生卓球に誘われたんだけど私はリハビリのつもりでやっていいですかって言われたので私はぜひチャレンジしたらどうですかって まいい加減な返事をしました。でも、この方、どん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 卓球うまくなってですね、現状な高齢者の卓球大会に出るようになって大活躍されたんですね。で、ある時はハワイに試合に行きたいっておっしゃって、私があの英文の書類を作って渡したんですけど、この方、今96歳ですけど、 全くボけてません。あのえー、今でも、えー、水墨画を習い始めたり、えー、編み物を習い始めたりしていて、毎月私の外来に来ている方です。もう30年ぐらい経ちますけど、えーえー、右側の方はですね、さっき出てきたちっちゃな未熟児の手術をしに病院に行った時の手術室の看護師さんです。えー、で、この方にご挨拶いただいたんですね。 で実は私は子供の時に先生に手術してもらいました。今は結婚して子供もを産みますというふうに言われましたで。この写真はその後その病院で別のパーティーがあった時にたまたまお会いして撮った写真なんですけど、まあ、こういういろんな病気の人がまあ幸せな人生を送れるようにでそれは心臓外科医が頑張ることでそのお手伝いができると。 これはまあこういう仕事の魅力なんだろうなというふうに思います,そうですね。でまあじゃあ良い仕事をするためにっていうことでやっぱりすごく冷たい言い方ですけど患者さんっていうのは他人なわけですよね、うん、他人のことを真剣に考えたりそういった仕事に集中するにはやっぱり自分自身が。 健康である必要があるそれは心身ともに健康にある必要があるので、うん、やっぱりあの自分の時間っていうのはあの皆さんに大事にしてもらいたいなというふうに思います。すねまあ、実際に非常に優秀な人が医学部に入ってきたりあるいは医師になってやっぱりいろんなあの悩みを抱えて仕事をできなくなっているということは時々あることで。うん でそれはご本人にとっても患者さんにとっても社会にとっても決していいことではないわけですよね。だからそのことはあの将来医師になりたい人にちょっと知っていてほしいことだなというふうに思っています。うん、で、えー、私から未来の医師へのメッセージ。でこれはあ You can do it. み、うんな、うん、のできるよ、やってごらん。 えー、それがあの私からのメッセージなんですけど下の方に書いてあるのはですね私があのインドのある病院に、えー、古い病院に行った時に壁に落書きがしてあるのに気づいたんです。でこれはちょっと素敵なことが書いてあるなと思ってメモってきたのが下なんですけどオリジナリティ独創性っていうのは教えてもらうものではない。うん、である人は生まれながらにして持っているし ある人は努力してそれをまあ身につけるかもしれない。でもそれって他の人に押し付けるようなものではないんだいう,うん。まあアノニマスっていうのはまあ呼び人知らずっていうんですかね。えこんなことが落書きしてあるのと思って。<laughs> であの、それを書き写してきたので、えー、このことを最後にちょっとだけ紹介して、えー、私の。 話は、えー、終わりにしたいと思う,すあうもあなかなかいい言葉ですね。<laughs> どうもありがとうございます。庄司先生、どうもありがとうございました。した先生、小児あの心臓外科医としてね。本当にいろんな、えー、病気を治されてまあ、今日もそういう話もいくつかしていただいたんですけどもまあ、これを聞いている人たちはそういうね。なんていうかな？少年外科医とか。まあ、そういう専門職の能力。まあ病気を治すっていう例でのね。あの能力。 呃、もう、共感というかね、あの、教えてもらったんじゃないかと思いますけども。まあ、それ以上に今日先生テーマとして取り上げてくれた、プロフェッショナリズムとか、共感性とか、多様性とか。まあ、そういうのこれから本当に、特に先生最初おっしゃったようにね、AI の時代には非常に重要になってきて、AI で置き換える医療っていうのはたくさんあると思うんですけどもおー、アーティフィシャルインテリジェンスに対して、それこそ、えー、ヒューマンインテリジェンスしかできないことって、まあ、たくさんあると思うんですよね。ですから、そういう、 中のヒューマンインテリジェンスの能力っていうことに関して、今日は先生からいろんな、えー、キーワードもたくさんいただきまして、えー、お話を伺えて、私もあの、ああ、そういう考えがあるんだなってちょっと共感した部分もありまして、えー、大変参考になりました。えー、何か先生、最後に、一言ありますか <laughs> そうですね、この AI、今、弱い部分があるって、えー、私、ちょっとそういうことを言いましたけど、AI の進歩ってものすごく早いです。 ですからもう本当にあっという間に次の世代のさらに優れた AI が登場するだろうと思うんですね。うん、だからあの医学ってもうあの今更町先生に申し上げるまでもなくものすごく今進歩が激しい世界だと思うので例えば20年前に卒業した医師はその時に身につけた知識で その賞味期限が長い知識で10年も20年も医療やっていけたかもしれないですけど今は教えてもらったことだけではあっという間についていけなくなると思うんです、うんえー、だからあのこれからの,あの世代の人っていうのはそのこれは習ってないから知りませんっていうのはもちろん通用しないわけで。うん やっぱりどん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 新しいものが動いていく中でまた次の自分の役割っていうのをしっかり認識してもらう必要があるのかなと AI 見てるともう本当にそれを感じますねあの AI は、えー、これからは絶対に必要なものだしただそれをコントロールしてうまく使っていく人っていうのは、えー、必ず必ず あの求められるものだろうなと本当に先生は私よりもちょっと一世代ぐらい若いんですけどもこの私の場合はもう卒業して45年ぐらい経つんですけども本当にその間に起きてきた医療の変化ってね、えー、多分同じような大きな変化がもう10年もしないでまた起きるんじゃないかなっていうそういうような時代に入ってきていて、えー、特にやっぱり。 個人の能力だけじゃなくて、やっぱチームの能力っていうのはね、さっき先生が教授されてましたけども、必要なってことと、それからやっぱり次世代を育てるっていうこと、もうやっぱり自分たちには、あの、えー、ね、生命の、まあ、限度がありますから、えー、やっぱり次世代をどんどん育てていくっていうのが、医療の発展とかね、継続につながると思いますし、で、そんな中で、あの、先生、教,教育にね、ご尽力されていて、私もつ常日頃考えてるんですけどもいや、若い人はこれからは、あの、先生もちょっとおっしゃってましたけども、 ただ黙って <laughs> 教えてもらうことを丸暗記するだけじゃなくて、やっぱり自分で考えて学んでいくっていう、そういう態度が、まあ、学生とかね、研修医の時代は教えてもらえるから、まだいいかもしれませんけども、一生、あの、時代とともにね、学んでいかなきゃいけないので、私は本当にいい学習者になってほしいっていつも言ってるんですけども、まあ、そうすることによって彼らは我々をね、さらに超えて、あの、我々の教えたことしか学ばない人は我々は超えていかないですよね、我々を。だけど、やっぱり我々を超えてって、 もらわないと医,医療医学は発展しませんし患者さんにも最良の、ね、医療を提供できないのでぜひとも我々を超えていくべく、えー、自己学習というか <laughs> 自分でね、えー、アクティブランナーになって学んでいってほしいなと常に思っていますあの先生の今日のほ、はい、本当にで最後にもう一つ、ね、あの最後から二つ目ぐらいのスライドで先生あの患者さんの幸せってことで、ね、お二人の紹介いただいたんですけども、うん、これ本当に まあ、あの、私が好きな言葉で、ちょっとすぐ思い出すんですけども、えー、ん、ん <coughs>、まあ、happiness will be felt when you help other people make and make them happy っていう、この、自分の幸せっていうのは、まあ、自分が何かしてね、うまくいったら幸せかもしれないけども、それよりも、他の人に何かしてあげて、えーまあ、医療提供者だとすると、まあ、医療をね、こう、 技術面だけじゃなくて、その精神面なんかでも提供してあげて、その人が本当にハッピーだと思ってくれたときが、まあ、一番ね、えー、医療者として喜びを感じるときだと思うので、まあ、そういうのを感じられるようなね、医療者に皆さん育てていってほしいなと思っています。最後にちょっとコメントみたいなことになりましたけども。<laughs> まあ先生には今後もね、ぜひとも山梨大学、う高垣健太郎先生も若手で頑張っていらっしゃいますし、先生が多分、えー、育て上げていくであろう。 主題、えー、だと思うんですけども、あの今後ともね教育も含めて、えー、いろいろハワイ大学なんかでもねあのいろいろできればいいなと思ってますので、えー、今後ともまたよろしくお願いしたいと思います。田中さんよろしくお願いします。先生はハワイはいらしたことありないあります？ えー、一番最初はハネムーンで行きましたその後は国際学会で、えー、行ったことがありま <laughs> もう最近長いことハワイは行ってないのでです。ね、ぜひともハワイにまたいらしてほしいと思うんですけども、まあ、ハワイに来たらですね、あのこの釈迦サインというこういうサインがあるんですよ。はい、あの日本でいう、まあ、このピースとかあのグッドとか、 あのサンキューとか、まあ、ハワイではこの釈迦サインというのがね、アロハでもいいし、まあ、マハロってサンキューでもいいし、えー、こんにちはでもいいし、はじめましてでもいいしこ、こうやってこのサインを出しているとあ大変歓迎されますし、喜びますので、先生から忘れないようにして、ハワイにあのいらしてください。ありがとうございます、はい。じゃあまた今後ともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。という話ありがしうございます。いいます。 ちょっとプロフェッショナリズム的なこととか共感とかその意のアート面とかいろんなそういう面の話ってなかなかいろんな人の、ね、意見があると思うんですけどもいろんな人に語っていただくとやっぱり若い人はね、えー、それぞれ考える機会になると思いますのでとっても良かったと思います。そうですね。で、あとはやっぱりあのどうしても何て言うんでしょうこう 最先端の病院でやってる人が優れていたり、最先端の研究施設でやってる人が優れていてというか、こう今の若い人って、学生時代からこの偏差値で順位のことを、うんうん、そうすると、進路になんか、これはいい、これはダメみたいな、うん、そういう傾向があるような気がするんですね、学生みたい確かにね、感じますね。だから、それはそうではなくて、そのどれにもみんな価値があるわけだし、 それぞれの,あの学生さんの個性によってみんな持ってる能力違うわけだからだからあのいろんな道に進んでもらったらいいと思うんです。うん、でそれをお互いにリスペクトするようなそういう文化が必要なんじゃないかなというふうに思ってるんですけど。どちらかというと日本はこのスペシャリティっていうのはね、うん、あの 医療界の中でもそうですし、一般の患者さんたちもとにかくスペシャリスト、スペシャリストってことで、うんえー、いわゆるジェネラリスト的なね、本当に患者さんに寄り添って、えー、かかりつけ的なことをやってる先生とかね、あの地域医療やってる先生とか、まあ、ちょっと下に見られるようなね、傾向があってあれは僕はちょっとあの、うん、残念だなと思ってますし、まあ、そういうのに向いた人たちもたくさんあのいますし、ね、いいすね、最近は。うん それぞれがやっぱりそれを自分の能力を最大限活かせる世界で活躍するっていうのがこう大事なことだと思うんです、うん、だからそういう中でこう,こういう先生をおやりになってるような番組でいろんな人の話を聞くと例えばあることに対してすごいあの刺激受けて共感を持つ人もいるだろうし、うん、別の話聞いて。 すごくなんかこう共感を覚える人もいると思うんでそれはあの全然構わなくてそれぞれ違うところに行ってもらってただ仲間同士同級生同士それをリスペクトするような、うん、そういうふうになってほしいなと思うんですよね。おっしゃる通りだと思います。まあきっとあの先生に共感していい教育者になる人もた,、まあ、たくさん出てくるんじゃないかと思いますけど <laughs> いますね。<laughs> 本当にどうも今日はいいお話ありがとうございました。また、えー、<の>お役に立てれば幸いです。はいこちらこそありがとうございました。じゃどうもまた今後ともよろしくお願いいたします。はい